どうもおはようございます。FX オリガルヒ及び速下塾限定動画をご覧の皆様、9月29日朝6時13分の相場解説になります。まず基本に忠実テクニカルの見方っていうのは、冷やし4時間1時間という順番で見ることですよね。 え、日が変わったから日足から見る。週が変わったら週足から見て、週足、日足、4時間、1時間という風に見てください。そして1時間でなかなか判断がつかない場合は、小さな動きに注目する意味で、15分足とか5分足を見ることもあります。まあ、でもね、15分足、5分足を見るっていう風なね、買い足を見るってことは、それだけ材料がなくて困っているということでもあるんですよ。でもその困っているを解決することがテクニカルに、こう、手がかりがありますんで、どこまでもね、テクニカルで学んでいくということになります。もちろん、 ファンダメンタルとか材料って相場には必ず起きますんで無視することはできませんけどもただ予測と扱いが不可能なんでねまずはテクニカルをマスターすることによって高い確率で勝てるようになっていくことが大事ですさあそして今冷やしを見ていただいて、えー、前々からお話ししてたこと,とちょっと変わってきますねそれは横ばい状態だったものがちょっとだけ上振れしてきてるってことなんですよ上振れねどちらかというとチャートが上の方に寄ってきてるっていう風に感じることができるんじゃないですか うん、それまではねなんか上行ったり下行ったりでむしろ上下が平等になっていたと思いますけども材料の後でどちらかというとやっぱり上の方ににねてててきるてるっていう風に感じることがありますだから右肩上がりって判断もできますしそもそもこの冷やしを見てね左側の時はここですよ右側はここですよ。ということはトレンドが大きく見るとこっちの方向に進んでる右肩上がりだよってことは疑いがないと思います。 これがテクニカルの見方ですからね。じゃあ次は4時間でさらに細かく見ていくことになります。4時間を見ると確かにここから始まったものがここまで来てるという意味では相変わらず右肩上がり。これは変わんないと思います。ただ別の見方もできます。それはですね、右肩上がりの中でも最近の寝動きはこの間に入っていませんかってことなんですよ。もっと言ったらこの中ですよね。だから横ばいという見方もできてしまうんですよね。 で、これが1時間になると、さらに横ばいが強くなって、右肩上がりっていうのは見えにくくなるっていうのは想像できることだと思います。じゃあ1時間見ていきますよ。で1時間見るとどうなるかっていうと、さあどうでしょうか。全体的に見て、ここから始まったものが、ここに来てますんで、なんか真横に行ってるような感じじゃないですか。で、さらに、さらにですよ。この1時間の中でも、右半分を取ると、 こういう風な範囲に収まってるよねってことが見えると思うんですよ。つまりは横ばいレンジです。ただこのレンジ、えー、ピップスがあんまりないんですよね。まあやっと70ピップスから80ピップスまでに定規が広がってきましたんで、レンジオプションが取れなくはないんですよ。で、一つの考え方として、この底の硬いエリアですね、これがここに来てますんで、 下がるにしてもここまでかなっていう判断はできると思います。これ以上下がるようだったら多分髭を出して急速に上に巻き戻っていくっていうふうに考えられるんですよ。ですんでそろそろレンジオプションがあできるんじゃないかなってとこまで広がってきた。上下の幅が広がってきたと見ることができます。で、これがね、昨日までの段階ではどうなったかっていうと、ここまでレンジが広くなかったんですよ。うん、だからせいぜいね、ここぐらいですよね。ここぐらい。 狭すぎたんで何ともできなかった。その前っていうのはここですからね。これじゃレンジオプション弾けないですよと。だからブレークっていう選択しかなかったわけです。特に大きな時間軸は右肩上がりなんで、上に抜けるブレークだけを意識していたんですけども、まあ下にはね、ブレークとも言えない幅の動きですからね、じわじわとじわじわと下に行って。一個大きな陽線が、あ、陰線がありましたけども、これを除くと、なかなかね、大きく下に動いたとは言いにくいと。 さらにここにヒゲが2本出てますんでこれをぶち破って下に行くっていうのはなかなか考えにくいってことこだったんですよ。っていうところで下にブレークをすることが結果分かっていてもそれを見抜くのは非常に困難だということなんでこれはまだ現在のところ私たちの力の範疇外ということになります上に抜ける部分はね皆さんももう大丈夫だと思いますけどね 上に抜ける部分はこことここの天井を叩いているわけですから十分上に抜けることが考えられたんで、えー、上に抜けたら倍そのポイントが144795っていう風に私も設定しましたけどもまあこれは間違いなかったんじゃないかなと今振り返っても思いますこの判断を繰り返している限りは負けのの確確率率はは非非常常にに低くて勝ちの確率は非常に高いいと思いますですんで今回エントリーには結びつかなかったんですけどもテクニカル思考っていうのはねきちんと受け取ることができたんじゃないかなと思いますそっちの方が重要ですからね 同じパターンってのは何回も出ますからその時に今回お話したこの加水でお話したパターンが使えればもういいわけなんですよ未来に資産が残したことになりますでは本日は以上のような形なんですけどもこれからの方針としてここまで下に伸びたんでねさらにですよさらに上に伸びた時の伸びしろが深く刻めると思いますんでたくさんの利益が取れるようなそんなねえー、木金が送れるんではなかろうかと思います うーん。木金ね。29日木。30日金。30日は月末ってこともありますので、なんとか29日、本日中に利益が取れるエントリーをしたいですよね。まあ、ただ何回も言いますけども、今日の利益を取った取らないってそんな問題ではないんですよ。テクニカルのお話を今日しましたけども、その考え方が身につければ、同じパターンの時に、これから未来へご利益が取れていきますんでね。うん。それから、ゆくゆくは、私がやってるみたいに、 週でのエントリーね、ここでは公開しませんけども、月曜日に入れて金曜日に引っこ抜くみたいな、その長期のエントリー、ある程度長期のエントリーとか、月単位のエントリーね、こちらの方を学んでいければ、二重三重に利益を取っていけることになりますので、まずはデイリーを攻略していきましょう。デイリーをテクニカルで攻略すると、もうね、エントリーできるポイントってのは、二重三重に増えていきますので、お楽しみでございます。えー、それでは本日は以上です。まだまだ円安続きますよ。